アメリカ・ミシガン州にあるカスター空港に設置された飛行場灯台。青色の回転は空港使用化を表すビーコンとは、原義は、のろしやかがり火といった位置と情報を伴う伝達手段のことであり、注意を引きつけるために意図的に設けられた場所。代表的な例として灯台が挙げられる。灯台は、光の伝達によって、付近を航行する船舶に対し固定位置情報の 提供を行う。21世紀初頭においては、無線方向探知機などで読み取ることができる、無線標識やレーダー画面上で視認することができる、レーダートランスポンダなどを指す。このほか回転灯なども注意を促す移動式ビーコンとなり、空港に設置された飛行場灯台や天気予報などの情報を先頭に、光として表示する気象ビーコンなどがある。ビーコンは、地上にある、 無線局などから発射される電波のような高周波の電磁波を航空機、船舶、自動車などの移動体に搭載された機器で受信することにより位置をはじめとした各種情報を取得するための設備である。また、雪崩ビーコンのように標識の位置を他者に知らせる目的で用いられるものにもビーコンの5が用いられる。このほか、コンピュータ間の通信においてもまた位置と 関連付けられた存在として、ビーコンという語が用いられる。非接触型決済においては、店側が設置するモバイル情報を読み込む装置を指す。ナビゲーションなどナビゲーターを目的地に誘導するために使用される灯台をはじめ、現代では航空で使用される無線標識やレーダーリフレクター、音波、光の他に、色彩、模様などの視覚信号などがある。 航空船舶で使用された電波東大携帯電話や衛星電話は基地局に対し位置情報を送信する。内蔵された GPS 受信機での位置特定や Bluetooth や Wi-Fi 機能を通した衛星測位システム機器とのリンクが可能。だれビーコンの連積設置における登山や山スキーなどだれに遭遇する危険のある場合に携行する小型の機器であり、 電波の発信及び受信が可能である。アバランチトランシーバーとも呼ばれる。同行者がなだれに巻き込まれて、雪の中に埋没してしまった場合、埋没した人が傾行しているビーコンから発信される、電波を救助者のビーコンで受信することにより、埋没した人の位置を探索できる。正確な時刻と周波数基準を送信することを目的として、 世界各地に48の送信局が設置されている。日本では2カ所が該当する。電子基準点は GNSS 連続観測システムで使用される即地基準となる。日本国内に1300カ所設けられている。電波ビーコン道路交通におけるビーコンは主として高速道路や幹線道路上に設置されている。道路上に設置されたビーコンから電波、または 赤外線を発射して、交通規制、事故、渋滞、所要時間などの情報を発信している。自動車に備えられたビーコンユニットによって、ビーコンから受信した情報を、カーナビゲーションなどの車載機器の画面に表示するものである。無線 LAN のアクセスポイントからは、ビーコンと呼ばれる信号を送り出しており、無線欄アダプタを備えたコンピュータ機器がそのビーコンを受信し、 利用可能な無線 LAN によるネットワークを検出する手がかりとしている。赤外線ビーコンは赤外線を利用した無線標識技術の一つ。対象が変調された赤外線を発信することで容易かつ確実に特定することができる反面、発信機と受信機の間に赤外線を遮断する障害物がないことが不可欠である。 敵味方識別装置などの軍事的使用だけでなく、ロボット工学などでも様々な赤外線ビーコン技術が使われる。日本では赤外線ビーコンは新交通管理システムのキーインフラでもある。指向性の高い赤外線通信技術に基づいており、赤外線ビーコンを搭載した走行する車両との双方向通信を行うことにより正確に車両を検出し、 様々な交通情報を提供する能力を有する。無線 LAN より強域で、ニアフィールドコミュニケーションより、広域の無線標識としては、Bluetooth を利用したものもある。基本的には、対象となる発信機からの信号を受信することにより、距離や位置を測定する技術であるが、発信機からの識別情報も取得できること、 ブルートゥースローエネルギーによる省電力化と低コスト化が可能になったことから近接通知機能としての用途が注目されている。インターネット上で会員登録や認証などを行わずともインターネットサービスの利用者をサービス提供側が識別するために提供する情報内へ提供側が埋め込む識別情報及び仕組みである。通常利用者に ビーコンが埋め込まれていることは知らされないため、プライバシー面で問題とされる。ありがとうございます。